アドフグベックス暗号はポリビオスの暗号表と鍵を使った天地式暗号を組み合わせた暗号の一つ。第一次世界大戦中にドイツ軍が使用した。この暗号はフリッツ・ナベル大佐によって発明されたアドフグックス暗号を拡張したものであり、アドフグックス暗号は1918年3月5日からドイツ軍が使い始め、数ヶ月後には アドフグベックス暗号が使い始められた。この暗号の名前は暗号文がアドフグベックスの6文字で表されたことによる。なぜこの6文字かというと、その頃使われていたモールス信号でそれぞれの文字が識別しやすかったからである。アドフグベックス、アドフグックス暗号もアドフグベックス暗号ともフランスの暗号解読者ジョルジュ・パンバンによって解読された。 19世紀の中頃、バベッジとカシスキーによってビジュネル暗号の解読法が明らかにされてから絶対安全な暗号というものはなくなってしまった。19世紀末に発明された無線通信は安全な暗号の要求を高めたが20世紀になっても19世紀的な暗号手法を組み合わせた方式が使われ続け、しかもその多くは時間の問題で解読されていった。 この状況は1915年から1918年頃に各国で機械式暗号が発明されるまで続く。暗号の歴史については暗号史を参照。第一次世界大戦中に使用されたアドフグックス、アドフグベックス暗号もそのような解読された暗号の一つとして有名である。アドフグックス暗号がドイツ軍に採用されたのは1918年に 始まるドイツ軍の大規模攻撃の直前のことである。ドイツ軍は、替え式識、天知式を組み合わせた、この暗号を安全なものと信じて採用した。しかし、フランスの暗号解読者ジョルジュ・パンバンは、数ヶ月の努力によって、アドフグックス暗号の解読に成功した。すると、ドイツ軍は、アドフグックス暗号を改良した、アドフグベックス暗号を導入し、 再び解読できなくなった。1918年6月、ドイツ軍はパリから100キロまで迫っていた。兵力も十分。連合国側の最後の望みは、アドフグベックス暗号を解読し、ドイツ軍の攻撃目標を見つけることであった。6月1日、パンバンの下に暗号文が届けられると、翌日の夜には解読成功。ドイツ軍の猛攻をしのぎ、 撃退することができた。図に図一アドフグベックス暗号の鍵は、返字表と鍵文字との二つである。図一に AZ、0から9の36文字をランダムに入れて、返字表を作成する。次に、鍵文字を決める。今回はウィーゼルを使う。補足、鍵文字から次のようにして、電池鍵を求める。まず、鍵文字から重複している文字を消す。ウィゼルの場合、E は、 W の次と S の次にあるが、S の次にある方が後なので、この E を消す。すると、ウィースルの5文字となる。各文字を、アルファベット順に1、2、3の数字に置き換える。ウィースルは52,143となる。これが、電池鍵となる。実際には、鍵文字は2ダース程度の文字数で、替え字表、鍵文字ともに毎日に更新されていた。図3替え字表と、 鍵文字を使って、平文を次のように変換する。平文を1文字ずつ、開示表を使って変換する。例えば IFA となる。平文を IAMGoing とすると、一時暗号文、FADOVIGOX DOCKS FAG DOCKS ができる。ここまでは単なるポリュビオスの暗号表であって、頻度分析によって解読されてしまう。図3に示すように一時暗号文を、天地鍵のサイズで開業して書き出し、 12345の順に縦に読み出すと二次暗号文。ダックス客作すべで富士フェックスが得られる。複合は暗号化の手順を客に行う。平文での末尾部が同じである二通の暗号文を入手した場合。平文での冒頭部が同じである二通の暗号文を入手した場合。文字数の因数分解から、ある特定サイズの矩形が点値に用いられたと確信した場合文献1は、 特別解読及び一般解読について解説。文献には、一般解読のみだが、当時の暗号文が付録されている。ウィリアム・カイ、フリードマン、ミリタリー・クリプテナラシス、トランス・パッション・アンド・フラクシャネティング・システムズ、クリプテグラフックシリーズ、の61、パート4、アエゲアン・パーク・プレス、1993、12、 j l i v e チャイルズ、ゼネラルソリューションオブザードフグベックスサイファーシステムクリプテグラックシリーズ CE-88 アエゲアンパークプレス2000年3月1日ありがとうございます